ウィセス、三つ星ワールドレコーダー、鋼でございます。本日も YouTube をご覧いただきありがとうございます。先日のオールジャパンが終えてからですね、今絶賛増量期に入っておりまして、今はですね、ご飯とかおかずとか今たくさん食べてですね、バルクアップしているところで、ございます。そして、今回はですね、番組の告知をさせていただきたいと思っております。その番組は何かと言いますと、読売テレビのですね、番組なんですが、草薙安友のうさぎと亀という関西のローカル番組でございます。関西在住の方はご存知の方がいらっしゃるかと思いますが、今回ですねこの番組に私が少しだけ取り上げられることとなっております。まずこの番組の概要を少し説明していきたいんですけども、カンペを見ながら説明します。この草薙安友のうさぎと亀という番組はですね、現代版ウサギとカメの検証番組となっております。番組が提示するテーマに対してカメ役の出演者はこれ本間と思う、ネット情報や俗説いわゆる、眉唾情報だけで1週間特訓、一方ウサギ役の出演者はその道のプロから1週間だけレクチャーしてもらい、果たして、現代版ウサギとカメどちらがより成長しているのかを検証する番組となっております。こちらはですね、正式のホームページから抜粋しております。私が出る日程につきましては、9月の17日ですね、お昼12時35分から1時間通しての番組なんですが、そちらにどっかで出演する予定となっております。で、番組の当日の企画なんですが、今回の企画は関西にある日本一のもの記憶力対決という企画になっております。少し内容説明すると、日本一小さい川は、日本一の急坂は、ありとあらゆる関西にある日本一のもの記憶力対決、連想記憶術を武器に無敵の吉高&高学歴芸人ネイビーズアフロ皆川 VS 絶対王者クイズノック須貝、スタジオでは日本一の調味料登場で草薙安友大興奮という内容になっております。で、私がどのような状態で具体的に出演するかっていうのは、まあ、ここでは告知ということで話はできませんが、大体は皆さん予想つくかと思います。今回のテーマが関西にある日本一のもの記憶力対決ということですので、このタイトルに沿った内容ですね。なので私はどのような形で登場するのか、ぜひぜひお楽しみにしていてください。で、この番組はですね、まあ、関西ローカルということで関西でしか配信されないんですが、 TVer ですね、ネット配信プラットフォームからですね、全国どこでも見れるようになっておりますので、ぜひ興味ある方はですね、概要欄にこの番組の詳細とネット視聴できる URL を貼り付けておきますので、ぜひぜひご覧ください。9月17日の日曜日ですね、昼12時35分から草薙安友のうさぎと亀という番組ですね、ぜひぜひご覧ください。もしいいねと思ったら高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また後日ですね、放送終わった後も今回についてのちょっとフィードバックというか、ちょっと感想を伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日は簡単な告知番組番宣でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ウィセス。